皆さんこんにちは、ベニッシュの佐藤です。で今日は一応ねガイダンスをやろうと思っておりまして、このタイトルでやろうと思っております。ご覧になってくださいね。今年の論文本試験の傾向を探るというところになるんですけども、まあもちろんこれ分かりませんけどね。ただし皆さんご存知だと思います。で最近少し変わってきたなっていうところでしょ。でまず担当式試験ですね、特に令和に入ってから相当変わったでしょ。まあ遺書は脱本的に改正になっていたってこともあるんですけども、中身は変わりましたよね。ともかく難しいっていうところかな。一つは新しいところが出ますよね。で新しいといってもこれ相当難しい問題が出ていたりするわけですよ。で旧試験の問題ですね。でこれが出ていたりするんで見ちゃうと新しくこれ見えるわけですよ。でさらに本当に新しい問題もあってなかなかっていうこともありますよね。まずこれが1点、あともう1点が文章がこれ長いんです。何言ってんのかなって見つけるまでに時間かかりますよね。今から10年ぐらい前、だし5年ぐらい前の問題って見た瞬間パッと切れましたよね。今そうではないと、なかなか問題文見つけて探すことは難しいんですよ。特に特許かなと思うんですけど、特許はそう、あと衣装商標もそうかな、衣装もそうですね、結構文章が長い、商標もそうかな。で、まあ、不正競争がね、著作権等については短いんだけども、まあ、説が割れちゃうっていうか条文のように解けないっていうのになってるんで担当結構難しいですよね。で終わったと。でこれからやるのは論文になるわけでしょ。じゃあ論文は一体どうかというところだけども、割とねこの試験って幅が狭いわけですよ。一応ね特実一生上含めて科目出てくるわけではないですか。出るんだけど聞いてるところって大体同じこと聞いてくるんだけど、結構最近ってそれが分からないようになってるわけですよ。文章はともかく長いというところになる。特に、まあ、特許とか実用試験はそうですね。でこれは今年もそうだ、昨年でもそうだったんだけども、こういう傾向になるんでしょうね。特許は、ね、特許できるためにはまず回答力がないといけない。回答力、どういう論点聞いてるかなっていうのは分からないと解けないと思うんですよ。解けない。あと2つ目、瞬発力。瞬発力ね、もう見た瞬間パッとこれがね、まあ読はできてと、まあ速読ですね、できて解けないと時間がないんですよ。まあ時間さえいるならばなんとかって人いると思うんだけど、時間がないから少し問題なんでしょうね。さらに問題が少し限界かっていうところも実はあります。もう出しがたいんでしょうね。特に難しい判決とか出しちゃうとどうかな。まあ、特許ってね、まあ最高裁の判決見たらもう毎回出てますよ、新判決って。まあ、それ出しちゃうと多分解けないでしょうね。わからないし、判例も明確になってるわけではありませんので分かりがたいってとこあるわけね。となるともう限界だと思うんですよ、問題文としても作るのって。同じ問題出して惑すしか多分ないと思うんですね。あるいは、まあ、実用試案とかね出しちゃったらこれ分からなくなってしまうと思いますけど、まあ、出てこないと思うんですよ。まあ一番出しやすいものは何かというと、一つは論点チェックにする。今までやってないところだよね。論点チェックにする、論点を少し出すんですよ。ただそこだけだったら旧試験の代わりがありませんので、全体的に文章を長くして惑わすっていうところが一番強い科目がこの特実っていう科目でしょうね。まあ、できたらこの回答力と瞬発力、まあ、これを突きつければ、まあ、特許はいけるかと思うんですけどね。で少し見ていきましょうか、ね。昨年度の問題なんですけど、これ昨年度ガラッと変わったっていう感はありますよね。まず、形式面から見るならば、2問目通常だったら侵害系となるんですけども、文章は結構長いですよ。で侵害系はこんな詰まった問題は普通なかったと思うんですよ、今まで。これ問題文でしょ。ずっと問題文が書かれていて次まで行くわけですよ。次まで行っておりましたね。次まで行って8ページに当たるのか、ここね、8ページ678、8がないのか、次まで行っていて結構これ長いんですね。見ると、あ、長いなっていう感ですよ。まず問題文が長いなと、あ、ここからですね、問題問いになるんですけど、ここまでいくような問題がまず長いでしょ、すごくね長いで、読めないっていうことになってしまうわけですよ。でそこから読んではいけなくって、読み方ってこれはあります。で通常であるならば多分ここから読むんですよ、8ページの頭、7ページの頭か、
ここからずっと読んでいて、この抽象的な基本を読んでいった後で解こうとするわけでしょ。これ読んじゃうだけで整理すると10分以上いきますよ。10分では多分読めない、ここね、読めない、ね、で本題から言うならば問いから読んでいって、これもう想定するしかある程度ないんですね、読むときって、ね、例えば1番、オツによる東京 P の移転の請求は認めるか説明しなさいと言ってるんで、まあ、これ移転って言ってるから何かのことなんでしょうね、うん、移転請求なんでしょうかね、おそらくね、聞いてるところって、うん、2番目はそういう形で読むと何を聞いてるかって多分分かるかと思うんですよ。でさらに次2問目括弧1、定による損害賠償請求は認められるかという点ですよね。定と言ってるんで定探すわけですよ。定って一体どこに書いてある、ここに書いてありますね。じゃあ彼は一体どんな方っていうと、独占的通帳自主権と書いてあります。あ、分かったと。ここだけでいいんでしょ、これ見ると定による損害賠償請求、独占的通帳自主権って損害賠償請求できたかなっていうと、できるって皆さん知ってますよね。そこだけ書くと受かるかというと受からないでしょうね。だって可否を論ぜようだから、可否ですよ、で論じるわけですよ。これは論証なんでしょう、本来は、ね、できるか、できる、損害があるからだ、損害だ、これだって簡単に書いていいかというと多分ダメなんでしょうね。だってこれだけで55点もあるんだよ、この2つで55点、論じるんですよ、ね、あのキーワードみたいに書いていいかというと、本当はダメでしょうね、論じるんだから。可否、できるかできないか、なんでこれ問題となるかっていうところもあるわけでしょ。でどうこれ書くのかな、結論は知っている、まずすぐ読んで、あのまず問題文読むと、これ瞬発力だよね、読み方ですよ。独占的通帳実施権者である定は損害賠償請求できますか、大です、取りますよね。で通帳担当でやってるからできるって分かってるはずですよ、うん、ただ問題点、なぜ、これ問題となってるかなって書かないといけないんでしょ。でまずどう書く、まず損害賠償請求でありますんで、これ聞いてる条文何条でしょうか。民法709条ってことになるよね。709って見るわけですよ、条文想起するね、まずね、民法709条、見ていきましょうかね。709っていう条文ね。でここから論証になるので、これ分かってるかっていうところが争点になりますよね。民法の709条ですね、ここにあるね、709、まあ不法行為っていう章になるんですけども、まあ、そこちゃんと書けるかっていうところでしょうね。これで別に何ちゅうの、民法チックであるとかっていうことをよく批判する人がいるけど、そうじゃないから、こんなの当たり前なんで、できんのってこう書いてある。709見るとね、ここね、はい、故意または過失によって、主観的要件ですね、他人の権利または法律を保護される利益って書いてあるけど、独占的通帳自主権って債権でしょ、債権で、債権侵害したとしたって、これ権利侵害ってことにはなるからね。でこれを侵害した者で、これによって生じた損害を賠償するために任ずると書いてあるんで、まあ、債権侵害が生じていてかつ損害があるならばってことになりそうだよね。債権侵害で損害生じればってことになるんだけど、ちょっと待ったってことになりませんかね。通常ね、債権侵害されました、でも債権って契約なんでしょ、で契約ってことになるならば口頭についてしか請求できないってことになりませんかね。でも侵害者って契約関係者ではないわけですよ。彼に対して何だかの請求できますかってまず前提があるわけですよ。でそれは可否なんでしょ、本来で侵害を行っている方は、契約の当事者ではない、彼に対しても何らかの請求できますかっていうのが可否だよね、そこって。 できないとなるならば損害賠償請求否定ってことになっちゃうけど、できるんでしょ。あくまでも契約当事者についてしか請求できないと言ってるのは契約内の法人についてはねって話になります。でもそれ侵害されたことによって損害が発生されました、これって当然できないとしまうと困るわけですよ。できる、できる、ね、あくまでもその債権契約なんで
内容についてしか請求できません、契約当事者に対してしかと言っているのは契約内容についてはねっていうだけの話であって損害ではないってことだよね。で損害については侵害生じてるんだったら当然できるわけですよ。ただ問題は損害って一体何ですかっていうところだよね、まあ、それも書くわけですよ。損害なかったら損害賠償請求は求償できないってことになるからです。じゃあ何をもって通常損害というんでしょうかね、うん、単なる通常実施権の場合って侵害者が現れた、これによっても損害という概念がないんでしょ。なぜかというと通常実施権って不作為請求権だっていうだけだよね。侵害者が現れた、これによって実施って制限されてるっていう関係になるかというとないわけでしょ。だったら損害生じません、であれば損害賠償請求は通常肯定されませんっていうのが通常実施権者ってことになりますよね。でこの一方で独占的通常実施権者、この場合については損害あるかというとあり得るんでしょ。まずライセンスフィーが通常から見ると高い、でこれに見合った実施ができなかったって話になるとそれをもって損害と言うんでしょ。さらに独占性が普通担保されてるわけですよ、独占的通常実施権者って。それ独占性を害されたってことになるならばこれをもって損害ってことになるわけです。で損害あっただったら当然請求できると返するんだって書くんでしょうね。でそこまで書いて初めて完答ってことになると思うんですよ。これ民法チックというか当然の規定になるかと思うんで、できなかったらいけないと思いますよ。まずこれパッと見て一読して気づくか、でさらに読めるか、そして論証できるか、今これ聞いてるんでしょ、侵害権についてもね。でさらに査定系ですね、今年の第1問、昨年か第1問ってことになるんですけど、これもそうだと思うんだよね、うん、これ聞いた問題こういう問題でしたよね。第2問なんですけども、第1問か、第1問なんですけどこういう問題でしたよね。ここね、まあ、通常通りやっぱし優先権絡みを聞いたわけなんですけども、特にここ、これは問いだよね。この場合項が外国特許出願 A および特許出願 C についてすべき手続きを優先権の種類および効果に言及しつつ説明せよと書いてあるね、うん、優先権の種類と聞いてるんで、優先権の種類一体何だろうなってことになりそうだよね。優先権の種類、うん、で PCT 絡みなんでしょ、パリしかないじゃないってことになりそうなんだけど、種類ってありますよね、種類、種類ですよね、うん、種類だよね、うん、で優先権のところだから一応見るわけですよ、うん、確か優先権ってことになるならば PCT8 条にこんなことが書いてあったと、ね、で優先権ってこういう3パターンぐらいあるわけでしょ。先国際出願で後国際出願、先国内出願で後国際出願、先国際出願で後国内出願っていうパターンがあるわけですよ。さてこの場合ってどうなってるかっていうことだよね。でまずこれ正確な地域でしょ。でこれがないと多分回答力って多分得られないと思うんですよ、回答力、ね、で8条って見てみるわけですよ。 PCT ってどう書いてあります、見ると8条関係ね、8条関係こう書いてあるね、 PCT8 条、ここ国際出願は規則の定めるところによって工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において、または締約国についてされた詐欺の出願に基づく優先権を主張する申し立てを伴うことができると書いてあります。8条の括弧1が一番最初に書いてありますので、8条の査定は後の出願が国際出願である場合についてはこうなるよということを言っていますよね。だからこの場合でしょ、分けちゃうと国際出願、国際出願1、あるいは国内出願、国際出願であるならば8条の査定になりますよね。ただし3、国際出願先で国内出願後という場合についてはこの査定ではないよね。でさらに優先権の種類ってことを言ってるわけなんで、どうなってるんだろうとまた見るわけですよ、うん、2A って見ますよね、 2A で B の規定が適用される場合を除くほか、1の規定に基づいて
申し立てられた優先権の主張及び効果は、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約4条の定めのところによるって書いてあります。じゃあ伴った優先権って通常であるならばパリ優先権だってことになりそうなんだよね。パリのストックに基づく優先権だってなりそうなわけですよ。しかしこの場に限っては違うと言ってんのがここでしょ。 B の規定となっておりますんで B 見るわけですよ。 B 公開ってあるね。ここ第2文、国際出願がいずれかの指定国においてもしくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権、先は国内出願で後国際出願ですね。この場合または一の国の指定のみを含む国際出願に基づく優先権の使用を伴う場合には、だから先が国際出願であって指定国一カ国優先権発生伴って国際出願伴いましたってことになるならば、対指定国対指定国と関係については国内優先権としましょうと言ってるわけだよね。で他の指定国の関係についてはパリ優先権だってことを言ってるわけでしょ。まあ、これはわかるわけですよ。でもどの種類かといって聞いてるのはこの3番だったらしいのね。国際出願で国内出願だ、この場合については書いていないんだよね。書いていない。でこれ選べるんでしょ。条約の規定になっていない、じゃあ国内法で選べるわけですよ。さっき国際出願だ、全指定としましょう、日本入っています、じゃあ対日本対日本であるならば国内優先権、でも他の国から発生した優先権伴ってというんであるならばパリ優先権だってこれ読むわけね。こう読んで解きましたかね。解くときってこれが読めないとまず一番前提である解読力でないってことになるわけですよ。これあとパッと見た瞬間何を聞いてるか読んでこれがわからないと瞬発力ないってことになりそうだよね。で問題限界なんでこういう問題やっぱ作るわけですよ。作って惑わすわけだよね。惑わされたとしちゃってちゃんとパッと解けるかっていうところでしょうね。あと衣装、衣装商標関係については割とちゃんと文章を書いてくれって問題多いわけでしょ。例えばこの問題、これも昨年度の問題になるんですけども衣装だよね。これは、ホース事件ですね。加藤ホースっていう事件のね判決を挙げていろいろ聞いたわけなんですけども、ちょっとこれも見ていきましょうかね。これもちゃんと気づくかっていうところでしょ。ですね、衣装の第2問でしたっけ、加藤ホースだよね。括弧に登録衣装とそれ以外の衣装の類判断は衣装法上のどのようなものの資格を通じて、これ事業者ですけどね、起こさせる美観に基づいて行うと規定されているかを述べるわけね。さらにこのように規定された趣旨、ポイントはここですよね。趣旨なぜそうなったのか、説が割れるから確かにそうなんだけど、そう書くだけでは足りないんだよね。下記の最高裁判例に言及していしつつ述べてくれませんかと、書いてあります。そうだよね、ここだけだったら簡単に書けそうだよね。規定された趣旨、ね、ここだけもし書くんであるならば簡単、衣装って説がたくさんあるでしょ、ね、でもし物品混同説っていう立場に立つんだったら判断権者は一般事業者ってことになりそうだよね。この一方で創作説で、創作説に立つんであるならば本来創作者だけど一歩引いて登業者って通常言いますよね。あとは事業説、立つんだったら事業者を中心として判断しましょうって書くわけですよ、ね、で説が割れたんで当事者を持たせたって普通書いちゃうんでしょ。多分書いたと思うんですよ。だったらこの最高裁判決って一体何ってことになりません？言及したことにならないよね。これよく見ると最高裁判決は49年です。49年で判断権者も書いてありまして、見ると一般事業者と書いてあるはずですよね。一般事業者23条から持ってきて一般事業者と言ったわけです。23条ね。で一般事業者、まあ、混同説的に言ってるような感じがするわけですよ、ね、一般事業者でこれによって通常も決まっちゃったんじゃないの、実務って初演熟練によって実務は、ね、でもこのね24条2項
判断基準を示すっていう規定ができたのが確か平成17、18年だよね、できたって。で、立法不作為はずーっとあったわけでしょ。なぜそうなっていたのか。リズムが決まった後にこうならなかったんでしょ。なぜならなかったんでしょう。それを書いてもらいたいわけですよ。説が割れたっていうだけでは足りないのね。判決が出た、決まってしまったと見える、見えるんだけども、その後いろんなこれ見解分かれたんですね。さらになんで分かれたのかという点です。これを書くんですよ、書けと。これは大でした。これ書いていないと答えたってことにならないんでしょ。これ踏まえてないもんね、ここのところって。これ深い理解でしょ。何聞いてるか分かりませんって人結構いましたよ。でさらに回答もちょっとおかしいなっていう回答があったわけね。これを聞いていたんです、当時ね。で、考えてみたら分かると思うんですよ、ね、すなわちこれバッと見ちゃうと混同説に見えるじゃない、混同説。だけど実務観光上は混同説ってあるけど、その一方で創作説、事業説っていう見解もあるわけですよ、ね、でその後でもこれ判決が出たんだけど、別に、これずっと見てみるとさらに書いてあるよね、この判決ね。ここだけ見ちゃうと混同説に見えるんですけども、ちょっと違うよね、でここね、一般上司の立場から見た未完の類比といって、コンドルムと言ってるわけではない、ここ混同説と明確に言ってるわけではないんですよ。混同説的に見えるんだけど、そう言ってるわけではない。でもこれを拾って社会は混同説と言ってしまったっていう嫌いがあるわけですよ。そこでいやこれ違うんだと言い始めた人がいるわけね。そこからまた再度学生で困窮したのね。実もそうとなっております。混同説と言ったわけではないんですよ。でそこで学生が困窮したことによってまた割れてしまったんですね。そこで統一感を持たせましょうっていうところができたのが今の規定ということになっていることがちゃんと分かっているかと聞いたのがこの問題ということになるはずなんですね、ここはね。でこれ難しいですよ、この読み方と、あと歴史的な経緯分かっていないと解けないってことになりそうなのね。衣装はこれをまた聞いてくる可能性あると思います、今年もね。ここ改正部分は、あと抽象的で趣旨解釈だとか、あと受益関係、先ほどこれも聞いたよね、受益関係、あの秘密衣装、秘密衣装が国際系はないと、じゃあ秘密性を担保したいどうしますか、ね、国際公表の延長とやればいいんですけど、延長とやればいいんですけど、これちゃんと分かってるかっていう点ですよね。あと商標権については論点部分たくさん出ますよ。さらにあの新しいところが結構、あの新しいところっていうかね、さらに新しい判決が出てるでしょ。あと今深海投資にかかってるところって結構出ると思うんですよ。そうなると難しいなってなると思うのね。まあ、衣装商標はいかにちゃんと理解できていないと解けないってことにこれ変わりましたよ、新しく。もう絶対そこはね、特許は両面でしょうね。パッと読める力、あとすぐ想起できる力と、論点チックなところはちゃんと書けないと多分ダメでしょう。完全解にはならないというところでしょうね。まあそれ多分ね、通常やってる勉強って多分了承書はやっていないと思うんですよ。判決もそうなのね。なぜこういう判決が出たかっていう射程をちゃんと見てやっていないと思うんですよ、ね、あくまで問題文見て早く項目を開けて書くだけ、これやってると思うんですよ。これで一応いい点数がついてるわけですよ、当連では。でも本誌ってあの今まだね、そういう方ばっかしでありますんで、おそらく相対評価なんでまだつくと思うんですよ。ただそうではなくなったってことになると分かりませんよ、どうなるかって。多分今年も変わらないと思うね。もう限界ですよ、問題ってそんなにないから。新しい部位作るならば難しくて誰も解けないってことになるんで、誰でも解ける問題作るわけですよ。それはさっき言った、長い文章の問題、あるいはあの基本的なものを聞くんですよ、もう一回。特に衣装商標でそれは強いってことになるんで、衣装商標については抜本的な対策をしないと難しいと思います、そこはね。まあ、やっぱ聞いてみたいだろうな、ちゃんと分かってるかっていうところです、ね。まあ、そこでしょうかね、うん。で、できればですよ、試験等の癖を見抜いてある程度ね、想定しっていうところをやらないと衣装商標は厳しいかなと思っています。あと入門って、あと、あとですね、特許もそうでしょうね。特許関係についてもまず問題文を見て、そして論点公表、論点構成し書くという訓練をしないといけないと思っていますね。でもちろん通常当連とか受けてるんで、パッと見て構成しって分かると思うんです、できるかなと思うんだけども、たださっき言ったように
それをいかにね表現していったら良いのかっていうところが分からないとかってことあると思うんですよ。まあ、これやっていく講座が直前講座になるということになっておりまして、私やってるんですね、ここはね。例えばこういうレジュメ使ってやっています、ね、これも論証とかね、あとはあの判決文ですね、なぜこういう判決が出たかってことをやっているので、もしねあの直前期において何をやったら良いのか、特に論点的なところがよくわからないという方はこの講座受けてもらっても良いと思うんですね。論点セレクトって講座になっておりますので、それを見て、もう一回ね、復習っていうからでいいと思います。でもしその復習になってない方はこれを初めて聞いてやるでもいいと思うんですけど、ぜひそれをねやっていただきたいと思っております。まあ本試験がまだ結構時間がありますんで、しっかりと、まあ、対策をしていただいてやっていただきたいと思っておりますね。デラフェ絶対受かる試験でありますんで、皆さんぜひね頑張ってもらいたいと思っております。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。